はい、10月5日の相場解説になります。昨日はですね、セルの方向に向かうよというお話をしました。でも昨日単体では値上がりしちゃってましたね。ですんで、私もそうですけども、ロスカットで終わったんじゃないかなと思います。まあ私のトレード手法ってのは4割負けて6割勝つなんで、まあ6割勝ってればね、マイナスになることはないですから、昨日は必要経費として見ておけばいいのかなというふうに思います。まあでも、値上がりはしたんですけども、急騰するようでいて、またね、押さえつけられて急落もしましたんで、差し引きでは若干のプラスになりましたけども、まだ売り圧力が相当に強いということも考えられます。その辺も込みで今日はね、お話していきます。こちらです。デイリーを見てみますと、私がお話したのは、ここでダウ転換が起きてきてね、で、ここと同じように2本の陰線陽線が並んでいるところに、上髭が両方とも出てるでしょ。でこういうのってのはダウ転換が起きてずっと値上がりしてったものがここからね落ちていくっていうその兆候なんですよ。ここも同じように値上がり一辺倒だったものがダウ転換を起こして下に行ってますんで、当分セルが続くんじゃないかなっていうところですよね。まあでもセルが続くといっても、ここみたいにね、一方的に同じ陰線陽線が並ぶよりもね、途中で陰線なり陽線なりがまだらで交互に挟まって徐々に落ちていく、こういう形が一般的なんですよ。こういうふうにね、陽線もありますけども、陰線の方がたくさん出ていて、で、その間隔も長いから全体的には下の方に向かってるわけでしょ。他もそうですよね。この大きなトレンドも、何もね、陽線ばっかり出てるわけじゃないんですよ。陰線もかましながら全体的に右肩上がりになっているってことなんですよ。ですんで、ここのセルの流れ、右肩下がりも途中で陽線はさすがに挟まりますよってことなんですよ。でもその陽線なんですけども、ほら大きな上髭が出てるでしょ。だから下に向かう圧力がすごく強くって、上に一時的には行くんだけども、結局は大きな圧力に押し戻されて、倍の方向には向かいにくいってことを示唆してると思うんですよ。それが上髭の意味です。じゃあ4時間の方を見ていきますよ。4時間なんですけども、ヘッド&ショルダーにはまあ若干なっていないんですけども、ここがね、肩の一部だとも言えるんですよ。ここも肩、ね、右肩下がりの、まあ、ヘッド&ショルダーに見えますけども、まあでもこれをヘッド&ショルダーっていうとね、言い過ぎになりますから、まあ単なるダウ転換でセルに向かったよっていうふうに言っときましょうか。高値圏で転換を起こしてセルに向かうっていうのはよくある流れですからね。まあどちらかというと注目するのはここなんですよ。ここに小さな三角形を作ってますよね。だからこれが下の圧力なんですよ。瞬間的に上の方に向かったんだけども、でも下の圧力がぐーっと押さえつけてきて下に向かうってことですから、ここからね、またこの辺だと思いますけども、下に向かうブレイクを想起させるかなってところです。で、この辺りまでは落ちていくんじゃないですか。まあ、いずれにしても110円台に潜り込んできました。これはですね、昨日一瞬上の方に上がったんですけども、結局は下の方に向かうということを強く示唆してますんで、ここからね、111円を維持できなかったばかりか、110円も壊してくるんじゃないかなと、109円に向かうんじゃないかなというふうに考えられます。難しいこと言ってますかね、すいません。1時間を見てみますね。はい。ゾーンを抜けたんだけども、ここをね、抜けたんだけども、結局は、一旦下を叩いてもう一回勢いつけてダブルトップを完成させて大きな勢いで下に行きました。で、そっから上昇したんだけども、でもゾーンに阻まれてやっぱり下の方に叩き落とされて、そっからは N を書きながら下にってことですよね。で、昨日私が相場解説をした直後、下の勢いがあまりにも強かったんで窓を作っちゃいました。で、反発して窓埋めに入ったんだけども、結局ここと同じ水準で叩き落とされて N を書いて下に行くということで、昨日相場解説をしたあたりが、まあこのあたりだったんですけどもね、ここの水準よりはまあ同等か下の方に位置するかなってところですね。ここからセルの方に向かうと改めて申し上げます。昨日はね、ちょっとね、私がエントリーしたところではちょっと位置が悪くって、一瞬上に上がったところでロスカットを食らっちゃって、その後ずっと様子を見ていて、昨日は負け越しなんですけども、でも今日こうやってみるとね、結局はセルで良かったなと思ってますね。しばらくセル一辺倒で攻めるつもりでございます。それでは本日の相場解説以上です。